そう緊張しないで。ただお茶を飲んでいるだけだから。さっきは喋ってなかっただけよ。うわあ！誰もいないのに声が聞こえるぞ！私の声、もう忘れたのかしら。え？待てよ。この声、確かにどっかで聞いたことあるような。あ！お前って、スメールにいた時、わけもなく空から聞こえてきた声だろ！わけもなく空から聞こえてきた。その言い方、間違ってるようで正しいわね。前回と同じように、あなたが迷い込み、そして私がその迷いを感じてここに来たの。人を導くのは、私にとって手放すことのできない甘美なものだから。ただの通りすがりの気まぐれな客に過ぎないわ。友人の弟子の頼みを自ら引き受けようとしてるだけ。予言は当たるわ。必ず起こる。あれは未来の歴史と思ってもいいことよ。そんな、だったらまだ止められる可能性は残ってるのか？すでに失敗した例を見たことがあるはずよ。テイワットの全てがそう簡単に変えられると思う？へえ、気がついたのね。一般的に予言は神の視点から見た未来だと言われている。でも、神の視線の視覚で何かが起こっている可能性について考えたことはある。あなたがこれから見る様々な出来事は、果たして神が目にする運命と違いがあるのかしら。こいつ何言ってるんだ。なんかすごそうでスケールのでっかい恐ろしい話をしてるみたいに聞こえるぞ。あなたならきっとわかるでしょう。無視していいものと手を差し伸べないといけないものを、テイワットの未来がどうであれ、最終的にあなたを導くのは運命だけ。やるべきことをやればいいわ。さてと、いいお茶だったわ。ありがとう。今日のお茶会はここまでにしましょう。声が聞こえなくなったぞ。起きたばっかで、どうせお前は何もしたくないだろ。だからオイラが代わりに動いてやるだけだ。帰ってきた途端、あなたたちの掛け合いを聞けるなんて、二人はいつも賑やかですね。モナ、まあまあです。スチームバード新聞に行って以前話したシンポジウムに参加してきました。思ったより楽しかったですよ。フォンテーヌ人は悲観的な方ばかりではないようです。シンポジウムに出席したある記者は、ただ黙って待つのではなく、自分たちで危機を回避する手段を準備しないと、と提案していました。私もその通りだと思い、彼女と少し話してみたんです。もしかして、それって髪がピンク色の記者じゃないか？そうです。あのシャルロットです。あなたも覚えていますよね。考えたことをそのまま実行し、何でもかけてしまう有能な記者です。彼女の主張は最もだと思います。予言はとても重要なものですが、
ほんのわずかな言葉で人生を左右されてはいけません。おお、オイラもそう思うぞ。それを聞けてなんだか心強いぜ。あ、それとこの間の話ですが、すみません、試しては見たものの、ここ最近おばばと連絡がつかないんです。今夜もまた試してみますが、うまくいかない可能性も考慮しておいてください。え、本当ですか？嘘、そんなことがあるなんて。神の視線にも資格があるって言ってたよな。肝が座ってるやつだぜ。普通神は万能だって思うはずだろ。魔女会のメンバーであればおそらくただものではありません。 N と呼ばれる魔女、おばばから何度か彼女のことを聞いたことがあります。方向感覚に優れていて、道に迷っている人を導くのが好きだとか。でも私は一度も彼女に会ったことがないんです。もし生きているのなら決して若くはないでしょう。おばばでさえ何百歳なんですから、きっとおばばより長生きしていますよ。うひぃ、魔女会の人って恐ろしいな。みんな元気いっぱいなのかな。能力だってそれはもう恐ろしいものですよ。彼女がわざわざ見に来たということは、あなたの問題は彼女が興味を持つほど重要だということです。でもオイラ、あいつの言ってたことをまだ理解できてないんだけど。彼女のヒントは曖昧ですが、おそらくまだ転機があると伝えたいのでしょう。しかしその転機がいつ訪れどういったものかについては言及していません。まさか今のあなたが知ってはいけないことなのでしょうか。旅人パイモン、大丈夫ですか？大丈夫だぞ。けどオイラちょっと息が詰まりそうで、なんだか世界の滅亡が本当に訪れるような気がするんだ。ええ、その胸騒ぎは私にも感じられます。私はいつも運命を目撃する側の人間に数えられます。私の目に映る範囲では運命が決して揺らぐことはありません。しかしそれでも私は奇跡を期待し信じています。占星術は普遍で合理的なものですが、運命はそうではありません。残酷で時に美しいものでもあるんです。おそらく N はそのことを伝えたかったのかもしれません。信念を失ってはいけない、目の前にあるものが必然的な結末とは限らないことを信じるべきなのでしょう。傍観者でいることも考えましたが、やはり私にはそんなことできません。たとえ無駄であっても、もう一度だけみんなの戦いのため貢献したいと思います。最後の瞬間まであがかなければどう胸を張って結末を迎えられるというのでしょう。おお、確かにその通りだな。ああ、私としたことが、また占星術の話をペラペラと喋り始めていました。本当にすみません。専門分野の話になるとつい。そろそろ帰ります。あなたを少しでも勇気づけることができたのなら無駄口ではなかったようです。私はあなたが私と同じようにあがく人を助ける方だとずっと信じていますよ。きっとそのせいなのかもしれませんね、私たちがいつも偶然出会っているのは。なんだか今の言葉を聞いてたら胸の奥がキューってしてきたぞ。感動と悲しみがごちゃ混ぜになってる感じだ。旅人、オイラ急に外を歩きたくなってきた。ちょっと散歩しに行かないか？街中を歩きながらいつもよく通る場所を見て回ろうぜ。
名前が載ってるぞ。どれどれ。水の下のメロビデ要塞はその気高くも自由で独立した運営体制を貫き続ける。だが誰もそれに関われないかといえばそうではない。先日記者はメロビデ要塞に潜入しようとするもかなわず。ん？あいつまだメロピデ要塞に入ることを諦めてなかったのか。ある違法の友人が今回の記事の中心となる。金髪の冒険者と白い妖精は行く先々で話題が絶えない。その謎めいた彼は水中要塞に入ったことがあるという。探ることのできないメロピデ要塞の内部。しかし違法の旅人の物語は魅力と驚きで満ち溢れたものであることをお忘れなく。記者シャルロットの生涯の傑作、旅する姿、世を渡り歩いて。おお、シャルロットのやつ、オイラたちのかっこいい写真を裏でこんなに撮ってくれてたのか。オイラ全然気づかなかったぞ。でも結局メロピデ要塞の情報を手に入れられなかったんだろうな。それで会いやすいオイラたちの写真を撮って記事にしたんじゃないか。あいつ、ま、写真もうまく撮れてて見出しもインパクトがあるから許してやろうぜ。すみません、ケーキを一ついただけますか。ああ、他の人が。あれ、お前ってパレメルモニアのホールにいた。あら、君たちもケーキを買いに来たんですか。ヌビレット様の言葉を借りれば舌が肥えているようですね。え、ヌビレットがそんなこと言ったのか。ええ、ヌビレット様にも好き嫌いはあるんですよ。私の場合、ここのコーヒーとケーキが特にお気に入りなんです。へえ、お前ってよくここに来るのか。基本毎日必ず1回は来ていますね。毎日、
毎日すべきことは仕事以外にケーキを食べてコーヒーを飲むことくらいですから。おお。じゃあもしある日もうすぐ閉店するから二度とここのケーキは食べられないって言われたら、お前はどう思う？なんで閉店するんですか？おいらにもわからないけど、多分明日になったら水が上がってくるから、例えば予言にあったみたいに。予言？私はあんまり気にしたことないんですよね。でももし明日食べられなくなるとしても、今日も必ずケーキを食べますよ。人間がご飯を食べるのと同じです。明日たとえ食べられなくても、今日食べられるのなら食べ続ける。人間はこれを生活と呼んでいます。お、そっか。そう悲しまないでください。あのケーキを2つテイクアウトでお願いします。さあどうぞ。この2つは君たちへのプレゼントです。人間のそういう顔は悲しい顔だってシグウィン先輩から前に聞きましたから。シグウィンと知り合いなのか？ええ、先輩は私より早く生まれました。たまに地上に来ては人間に関する知識を教えてくださっています。先輩が言うには、人間は傷つきやすい生き物で、笑顔になるには美味しいものを食べないといけないそうです。ですからここのケーキを食べてみてください。では私は他に用事があるのでお先に失礼します。二人ともケーキを食べて元気を出してくださいね。さようなら。行っちゃったな。このケーキ食べようぜ。きっと美味しいはずだぞ。やっぱり前回より美味しかったな。ケーキを食べた後のお茶の香りも余韻がすごい良かったぜ。明日もまた来たいな。これからもここの美味しいものを食べられるといいけど。芸術は食事の最高のスパイスです。ちょうど新聞社の近くに来たし、シャルロットのとこに行ってみようぜ。旅人にパイモン、もしかして私が書いた記事を見てくれたの？よく言うぜ。オイラたちをネタに原稿料を稼いだんだろ。それなら心配いらないわ。君たちがこの前ポアソン町にいるって聞いて記事の件で手紙を送ったの。けどその様子だとまだ受け取ってないみたいね。安心して、君たちの取り分はちゃんと取ってあるから。それにご馳走も用意してあるの。本当か？やったぜ。シャルロットっていいやつだな。パイモンって賄賂に弱すぎじゃない？私が意地悪な記者だったら損してるわよ。ひひっ、そんなことしないだろ。でも今日はまた急にどうしたの？何か用事かしら？モナからお前の話を聞いて、その仕事ぶりを見たくなってここに来たんだ。君たちもうフォンテーヌで会ったのね。それで私のことを話してたんだ。なんて言ってた？考えたことをそのまま実行する有能な記者だってさ。それはよかったわ。でその有能な記者は名高い旅人とパイモンに独占インタビューする機会をもらえるのかしら？あれ、今日の新聞に載ってたやつがそうじゃないのか？ううん、あれは写真だけでインタビューは載ってないから。二人には旅での経験や生活の心得とかを詳しく聞かせてほしいの。
ぞ、そのオイラたちなんかでいいのか。もちろん私がいいって言ってるんだから十分ってことよ。でも今じゃなくて、あと数日準備をさせてちょうだい。おう、じゃあ時間ができたら話そうぜ。それってオッケーってことね。やったー、早速編集長に報告しなきゃ。あとは照明や場所、セットも抑えないと。この辺で失礼するわ。じゃね、また連絡するから。あ、シャルロット、オイラからも一ついいか。あ、何？もし、もしもの話なんだけど、万が一明日フォンテーヌが沈むとしたら、お前は今日何をする？予言で出てくるあれね。よくその話を聞くけど、それがもし明日だったらなんて考えたことなかったわ。もし本気で聞いてるのなら、何かしら方法を考えてフォンテーヌを離れるかも。でもそれ以前に、私は記者であり前線に立つ義務がある。それに故郷のことをそう簡単に見捨てられるわけがない。私の見立てだと、ほとんどの人は実際に危険が訪れるその瞬間まで自分がどう行動するかなんて予測できないと思うの。そういうことを考えるくらいなら、きっと成り行きに任せた方がいいんでしょうね。だから私は多分新聞社で君のインタビューをまとめてるかな。かわいそうだなんて言わないでよ。自分が好きなことをするのが一番なんだから。ほら、考えても見て。この国は明日滅亡する。それでも私はこの世に一つしかない記事を書いてる。私が書いたものは唯一無二の物語になる。そうでしょ？で、次に何をすべきだと思う？もちろん一刻も早く記事を書き上げて印刷してもらって、そして伝書鳩でコピーを世界中に届けてもらうの。私は無双家でも仕事人間でもない。ただ自分の仕事が好きで、そういう記事を残せることを誇りに思ってるだけ。私って生まれながらにして記者になる運命だったのかもしれないわね。うん、これがシャルロットの答えよ。それじゃあ仕事に戻るね。いいな、急に羨ましくなってきたぞ。もうちょっと近くで海を見てみようぜ。潮風に当たりながら海の景色を眺めるのって結構気持ちいいな。もしフォンテーヌだけじゃなくて、明日滅ぶのがテイワット全体だったら、オイラたちはその時どこで何をしてるんだろうな。いや、もし何をするか選択できるなら、お前は何がしたい？ずっと前を向いて進んできたから、全然こういうのって考えたことなかったよな。あてもなくずっと歩いて、ずっと旅をしてる。まだ旅をしてるのか？なんだ、それってずっとやってきたことじゃないか。お二人ともまだここにいらっしゃったのですね。よかったです。え？お前は確か
確かパレメルマニアの。ええ、イサドラです。この間もヌビレット様に頼まれてお二人をお尋ねしましたね。お二人はメロビデ要塞に行っておられたと伺いました。とんでもありません。ヌビレット様のご友人だということは分かっていますよ。今回もヌビレット様からの伝言をお伝えしに来たのです。今朝歌劇場で事件が起こったのです。マレシオセファントムはこれを小規模の暴動であると定めました。暴動？私はそこまでのことではないと思っているのですが、フリーナ様が歌劇場で公演を見ていらっしゃったところ、幕間の休憩時間に観客たちが突然フリーナ様を責め始めたのです。予言の危機に対して何の行動も取らなかったと大声で。するとフリーナ様がまだ答えもしないうちに、他の観客も感情に任せて彼女を責め始めました。応じる人はどんどん増え、歌劇場で水神様に対する弾劾がなされました。フリーナに矛先が向けられ始めたのか。長い間予言のせいで募ってた不安の吐き口をやっと見つけたってところか。ええ、人々は当たり前のように神を頼ります。そして安心感を失った瞬間、彼らが初めに責めるのもまた神なのです。え、あいつ大丈夫だったのか。フリーナ様は手に負えなくなりそうな場の空気から弁解したところで意味はないと思われたのか、興ざめしたとだけ言い残して慌てて歌劇場を去って行かれました。マレショーセファントムの者たちは秩序維持に忙しく、フリーナ様がどちらに行かれたかには注意を払っていませんでした。ようやく落ち着いた頃にはフリーナ様のお姿はすでになかったのです。それじゃフリーナは消えちゃったってことかよ。はい、マレショーセファントムが人手を割いてお探ししているのですが、まだ手がかりの報告はありません。でも私は心配ないと思っています。あの方は神様なんですから、たとえボートの手に落ちても人間の力ではどうすることもできないでしょう。はい、ヌビレット様からは状況をお伝えするようにとだけ申し付けられておりまして、他は特に何も。いや、情報ありがとな。これで十分だ。そうですか、わかりました。それでは先にパレメルモニアに戻らせていただきますね。お二人ともお元気で。よし、オイラたちは早速ポア村長に行こう。こういう時フリーナは解決に向けて動くでもなく、どっかに隠れるに違いないぜ。でもオイラたち、フリーナは大げさで大雑把だけど冷たいやつじゃないってことも知ってるだろ。前回ヌビレットがあいつをパレメルモニアまで呼んだ時だってそうだ。ポア村長の災害の状況を聞いたフリーナは悲しみと自責の気持ちを隠しきれてなかった。まして今日は民衆の前で責められたんだから気にしてないはずないと思うぞ。あいつは今きっとこっそりポア村長に行って自責の念を紛らわそうとしてる。その可能性が一番高いぜ。どうだ、オイラ答えをひらめいただけじゃなくて自分の力でここまで分析できたぞ。すごいだろ。ひひ。じゃあこんなところでぐずぐず時間を無駄にしてないでポア村長に向かおうぜ。Thank you.
寂しいとこになっちゃったな。生きてる奴らはとっくに避難したんだろうけど、災害に散らかされた後しか残ってないぞ。フリーダはきっとここにいるよな。早く見つけ出そうぜ。諦めよう。もう無意味だ。見るがいい。ことは起こってしまったし、みんな死んだ。ごめん。本当にすまない。諦めよう、フリーナ。もうやめていい。すまない。でもそれ以外僕に何ができるって言うんだ。誰だ。落ち着けフリーナ、オイラたちだぞ。コホン異郷より訪れた金髪の旅人か。あのわきまえない乱暴者たちがひざまずいて謝りに来たのかと思ったよ。フリーナ、お前泣いてたんだろ。涙の跡が残ってるぞ。え？泣いてたって？ああ、確かにね。今朝歌劇場でやっていた公演は実に感動的だったんだ。ついさっきまでそれを噛みしめていたのさ。結局あの礼儀知らずの奴らに邪魔されてしまったが、神を非難しようだなんて。だから僕は消えてやることにしたんだ。神がいないと気づけば、きっとまるでフライパンの上に乗せられたアリのようにオロオロするはずだ。ヌビレットもマレショーセファントムの奴らも死ぬほど焦っていることだろう。そんなこと、僕は。おい、あそこだ。水神があそこにいるぞ。ついてこい、早く。え？あいつら、お前を探しに来たみたいだぞ、フリーナ。そうだろうね。きっと僕に会いたくてもアポが取れない熱狂的なファンかな。こんなのはルール違反だよ。許すわけにはいかない。あ、逃げちゃうのかよ、フリーナ。早くあいつを追いかけよう。アイデアだ。君たちの知恵を称えよう。すぐに行く。負けるところだった。え、ああ。よしよし、いい子だな。
どうしたんだ今の振動、地震か？うんうん、ポア村長の災害の時も似たような地震があったもんな。まさか、また。そう心配するなよ。ヌビレットが緊急対応策を講じたから、今回は大丈夫なはずだぞ。うん、そうだといいけど。でも、ポア村長のみんなは、もう…そう、この数百年、僕は予言についてずっと調査し続けてきた。僕の情報網は、すでに全テイワット大陸に行き渡っている。いろんな方法を試し、フォンテーヌの海面が上昇しないよう、守ろうとしていた。しかし、どれも役には立たなかった。何年も前に、身をもってこの事実を知ったんだ。天理を敵に回してはならない。予言にある情景はいつか必ず起きる。諦める？なんと素晴らしい響きだろう。それはようやく運命を受け入れられることを意味し、解放を意味する。はあ、僕は何度も諦めようとした。特にフォンテーヌがポア村長を失いかけてしまった後はね、運命は本当に理不尽で、規則になど従ってくれない。まだ予言は始まったばかりだというのに、もうあれだけの命を奪ってしまったなんて。でもついさっき分かった。人々の代わりに運命を受け入れる資格なんて僕にはないんだ。最後の瞬間が来るまではまだ遅くない。安心してくれ。僕はみんなのために希望を最後まで残しておくよ。おやおや、僕はただたまには悲劇的なキャラクターを演じてみたいと思っただけだよ。やっぱり高貴な僕には似合わなかったかな。今言ったことはあまり気にしないでくれたまえ。僕にかかればフォンテーヌが予言ごときに左右されることなどないだろうからね。さっきのがお前の本心だったくせに。分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ？あるいは君になら。皆さん、ウォーミングアップはこれでおしまい。ここからは神への審判のお時間です。
るほど、そういうことか。ふむ、ドラマのための努力を褒めてあげよう。でも僕は正義の神フォカロルス、すなわち正義の化身なんだよ。正義そのものを裁こうだなんて荒唐無稽に過ぎるとは思わないかい？その言葉、審判への拒絶と理解して構わないかね。ならば君には決闘によって名誉を守るチャンスが一度だけ与えられる。神と決闘をするつもりか？どうやら君の決意は固いらしい。フリーナが投降した？そんな、水神が人間との決闘で投降するなんて。なんだかちょっと情けなくない？フリーナ様、どういうことですか？しいささか誤解があるようだね。両手を上げるサインは必ずしも投降を意味するわけじゃない。どうせまた言い訳じゃないのか。今回僕が手を挙げたのは決闘などもう必要ない、審判に向き合うと決めたからさ。今までずっと何かを避けてきたことは認めよう。ポア村長の人々を守ってあげられなくて申し訳ない。僕は審判を受けて叱るべきだ。失望したのは君たちだけじゃない、僕も自分自身に失望している。はあ、でも今こそ水神として勇気と決意を見せる時だ。この僕フリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに見せてあげよう。僕が必ず君たちを守ってあげるから。さあ喜び歓声をあげたまえ。この歌劇場で想像もつかない幻想的な展開があるだろう。フォンテーヌの舞台を色濃く彩る心打つ一幕、神フォカロルスへの審判が間もなく幕を開ける。おお、歴史が動く瞬間を見られそうだわ。はあ、またあいつに主導権が戻ったみたいだな。フリーナのやつ、やむを得ず審判を受けさせられるのに。証言はちょっと大げさだったけど、今回のフリーナはきっと本気なんだよな。それで僕の相手は？告発人よ、前に出たまえ。おお、なるほど、いいだろう。君は告発人であり、見届けるものであり、そして僕の運命の相手でもあるということか。審判が始まる前に一つ聞かせてくれ。僕をここに送り込むために君たちは一体どれほどの準備をしたんだい？それはあの日会議をしてから確かにずっといろんな準備をしてきたな。私たちスピナディロースらの任務が一番簡単で、さほど大した準備もしなかった。先に言わせて。スピナディロースらのナビア、今朝歌劇場で騒ぎを起こしたのはほとんどスピナディロースらのメンバーだったのよ。彼らは変装して観客として会場に潜り込んだ。そして機を見計らってあんたを避難するよう民衆を扇動したの。予言の危機を前に民衆の神への不満はたまりにたまってた。導火線さえあれば爆発させるには十分だったよ。私たちが知る限り、ああいう状況に直面したあんたはきっと一人で逃げてこっそりポア村長に行くはず。だから
そこにも別のものを待機させた。あの時の追ってもスピナディロースラのものだったというわけか。あっちにいたスピナディロースラのメンバーたちの目的は、あなたを巨大なマジックボックスに入れること、つまりフォンテーヌ史上最高のマジックショーにお招きすることでした。そう、あれは部屋じゃなくてマジックボックス。このマジックは僕が初めて歌劇場で披露したあの移動マジックの超エクストリーム版です。マジックボックスの体積はなんと数十倍。移動距離はポワソン町からエリニス島にまで伸び、そして移動させるターゲットも人から神へ。フリーナ様、ありがとう。あなたのご参加がなければこの不思議なマジックを歴史に残すことはできなかったでしょう。どういたしまして。もちろんこのショーを準備するために僕たちはお父様の援助を得ました。ハウス・オブ・ハースは多くの人員と財力を費やしたのです。場所を選び、巨大なマジックボックスを作り、トンネルを掘り、水路をつなげ、結構忙しくしてたんですよ。ということは、巨大なマジックボックスの中で感じたあの地震も、実は部屋が地下を移動していたことに起因するものだったというわけかい？そうだぞ。災害の影響とかじゃなかったんだ。ふん、ならヌビレットとクロリンデの任務は説明してもらうまでもない。ヌビレットは観客を集め舞台を用意し、決闘代理人のクロリンデは決闘の準備をする。舞台に登場した僕をすぐ拒否権なき審判にかけられるように。そうだろ？ああ。ふむ、その勇気を称えよう、クロリンデ。神との決闘を前に一歩も引かないとは、さすが僕の自慢の決闘代理人だ。ありがとうございます。そして旅人、君の任務は僕を見つけ、計画に気づかれないようずっと僕に話しかけて気をそらすことだったんだろ。最後に告発人として僕と対峙するまで。え？そうかい。どうやら僕は最後のチャンスを逃してしまったようだね。ああ。まあいい。今更言ってもせんないことだ。拒否権なき審判の幕が上がってしまった以上、場をしらけさせる理由はない。最後までやらない理由もない。原告、ここにこんなものがあります。シャルロットという女性から預かったもので、法廷で原告に渡す許可を得ました。審判を進めるのに役立つとのことです。え？シャルロットがオイラたちに？ってことはあいつも来てるんだ。あ、シャルロット！どれどれ？これってこの前あいつが書いてくれた独占インタビューの記事じゃないか？こんなに早く仕上がったのか？待てよ、この記事ってオイラたちがフォンテーヌについてからのいろんな出来事をまとめたんだよな。もしかしてシャルロットは、この記事は今まで見たり聞いたりしてきたこととか事件とかを手がかりとして法廷に出す手がかりノートみたいなものだって言いたいんじゃないか？まずは中を確認してみようぜ。自分の思い出を整理するつもりでさ。君たちは歌劇場で初めて対決に参加して法廷で水神に勝った。こんなに喜ばしいことはちゃんと記念しなくちゃね。私もずっと追いかけてきた懸案が君たちのおかげで解決するとは思わなかったわ。これも縁ってやつかしら。ヌビレット様のご意見と有識の結論が食い違ったのは初めてよ。この件については水神でさえわけがわからないみたいね。ファトゥス、彼
女は本当に非凡な人物だと思うわ。あの方の判断なら価値があるかもね。メロピデ要塞が危うく破壊されるところだったっていうのに、リアルタイムでその様子を記録できなかったことは、私の記者人生で一番の心残りになるかも。ヌビレット様のお話では、あの時は講師もクジラもまだ原始大会にいたそうよ。ナビア、私は大切な友達を失うところだったのね。今考えただけでも本当にゾッとする。魔女とかそういう存在の言葉って、きっと何かが起きた時に初めてその本当の意味がわかるんでしょうね。双方席に着いたな。それでは審判を始めよう。煩雑な前置きは省くとしよう。ヌビレット、さっさと罪状を羅列するところまで進めてくれ。僕は裁判にかけられる側、つまり今日の主役でもあるというのに、未だにどんな名目で裁かれるのか分かっていないんだ。先に言っておくが、凡人が神のやり方を理解できないのは仕方のないことだ。だがそれは神に罪を言い渡す理由にはならない。そう、今日の議題は神である君が何をしたか何をしなかったかってことじゃない。審判する理由は君が神なんかじゃないから。そうでしょ、フリーナ。待てよ、今何つった？フリーナ様が神じゃないだって？え、水神の職務怠慢を訴えるわけじゃなかったの？にしても今の告発本気？告発を承認する。フリーナ被告、原告の告発内容を認めるか？フリーナ被告。認めない。もちろん認めないさ。僕、フォカロルス、フリーナ・ドゥ・フォンテーヌは属性の七神聖の一人。あらゆる水、あらゆる土地、あらゆる民と法律の女王、疑いようもない正真正銘の神だ。そうですよね。確かにフリーナ様は変わった性格ですけど、神じゃないだなんていうのはさすがに。疑ったこともなかったわ。ただやるべき仕事をしてないって文句を言いたかっただけなのに。あの人どうしてあんな告発を？この場にいる皆の目に狂いはないみたいだよ。多くの人々は生まれた瞬間から僕が神であることを常識だと思っているようだ。きっと僕の味方をしてくれるだろう。見るといい、有識も当たり前のように僕の方へと傾いてくれている。勝算のない勝負に本気で挑むというのかい？今告発を撤回するなら、僕は正義の神の名において約束しよう。君を武国の罪には問わず、今日ここで起きた全ては皆を喜ばせる茶番だったことにするとね。どうだい？私たちが圧倒的に不利な状況から始まっちゃったわけね。フリーナを任すだけじゃなく、フォンテーヌの民衆の常識まで覆さなくちゃいけないなんて。そうか、勧告は余計だったね。ならば今度は僕が質問する番だ。もし僕が神ではなかったら、僕は何者なのだろう。少なくとも500年もの間、カムクラに座っていたこの僕の命を支えてきたものは何だったというんだい？